皆さんこんにちは。本日は順天堂大学2022の問4集合の問題やっていきたいと思います。では早速ですが A。はい、A の部分集合を求めてくださいということですが部分集合っていうのは結局0個のもの1個のもの2個のもの、まあ、全部部分集合っていうことで,できそうですよねで。どうすればいいかというとまずこの0に対して0を含むか含まないかこれ2通りですよね。 で、同じように2に関しても含むか含まないか、含むか含まないかっていう感じで2通りです。で、他も同じように含むか含まないかの二択になりますので、2を5回繰り返す2の5乗で32というふうに答えることができます。続いて、はい、n の b のバーっていうふうに書いてありますが、まず b のバーっていうのは b じゃないもの。はい、これね、えー、書いていくとこんな感じになります。で、計算すると、はい、えー、b のバーの数は7個というふうに答えることができます。また、 b バーかつ a っていうのは、まあ、こんな感じにすることできますので、はい、えー、ま、結局3というふうに答えることができます。では最後 c の問題。はい、u の部分集合 c について、この c の数4つあるよ。ね、要素が4つあるってことですよね。その時に、これの最大値と最小値を求めようということですが、まず、はい、a かつ c。これは c が a に含まれているよ。はい、こういう状態の時に最大ということがわかります。 えー、そうすると、a かつ c っていうのは c と一緒だよということなので、n の a かつ c は4というふうに答えることができます。また、はい、一番ちっちゃくするためには、a と c で被るものなしにすればいいですよね。で、えー、被るものなしにしたときに最初となりますので、被るものがないってことは n の a かつ c これの個数というのは0個になります。こんな感じで答えることができるので、しっかりと押さえておきましょう。以上になります。